おはようございます。月曜日になりました。6月6日朝6時半の相場解説になります。今日はまず週足の方から見ていきますけども、先週のこと覚えてます？サンバガラスが出ました。その後にでっかいね陽線ができるというふうな仮説を立てましたけども、1週間経ってそうなったでしょ。これはヒゲなんですよ。サンバガラスと下ヒゲの組み合わせによって売りの圧力がなくなってきたよっていうこと、そして買いの圧力がそれに反発して始まるよってことをお話しました。つまり N 字を書く直前だってことなんですよね。その辺を今日は見ていただけるのかなと思います。そしてね、 FX オリガルヒの募集ですけども、今日明日は35万での募集になります。もちろんね、土曜日日曜日にお申し込みになった方もいらっしゃると思いますけども、その方も特別価格終わってますので35万でのご案内になります。現在15名の方が何らかの形でエントリーを申し込んでくださり、ほとんどの方が入金を終わってるんですが、一部の方は今のところね、ちょっと音信不通というか返信に時間がかかってる状態なんで、あと 2,3 人ぐらいですかね、ちょっとはっきりとした返事がいただけないので、マックスで15人、まあこのままいっても12人ということになります。もちろん今日明日で申し込みが入るかもしれませんし、交渉中の方もいらっしゃいますんでね、お気持ちを聞かせていただければ最適な形でスタートできると思います。さあ、それでは FX オリガルヒはあと1週間後ぐらいを目安にスタートすることになります。それと同時に私のこの相場解説も速稼塾の塾生さん、そして一般公開、これが随分ねボリュームダウンしますんで見ることができなくなります。ぜひね、 FX ってのは学んでいかないと勝つことができないとは言いませんけども、どうですかね、実際に学んだ方が勝ちやすいのか、一人でやった方が勝ちやすいのか、まあこの辺が結局勝負の分かれ目になると思います。そして今日の動画の最後には、どうやったら FX 勝つためのルートが引けるのか、これについてもお話ししますのでご覧くださいませ。それでは一旦切り替えます。こちらから週足です。はい、週足を見ていただくとここですよね。サンバガラスの後どうでしたか？強烈な陽線がズバンと突き上げましたよね。そして目論見通り131円前後のところまでタッチしてます。今週は131円前後からどのぐらい倍の方に伸びていくかってこと、ここまでの仮説が全部合ってますから、ここからの仮説も十分正解になる可能性が高いと踏んでますんで、今週はちょっと大きめのロットで倍を仕掛けていきますよ。はい、それでは次は日足です。日足を見てみますと、一旦は下がったこちらの値段なんですけども、大きく上がったことがあります。これがさっきの強烈なサンバガラスの後の陽線を作ってるんですけども、これがエリオット波動の動きに似てるということなんですよ。こういう風な推進波があって、調整波がこのように入って、その後ってのは前回の高値エリオット波動を抜いてですね、フラクタル構造で次のエリオット波動の形に向かってるんですよ。エリオット波動そのものではないですよ。ただ上昇波と調整波が交互に起きて値段をどんどん上げていくように、この数週間で起きたことってのはこれなんですよね。これですよ、ね、だから次はこれが起きるんじゃないかなっていうふうに踏んでるのが今週から始まる値動きだということでございます。じゃあ次は4時間です。4時間はお話したようにフラクタル構造を持ってですね、三角形が徐々に小さくなりながら下がっていきました。つまりこういう動きです。これをね、横にちょっと倒すような形で引き上げてみるとよくわかります。こういう風な形になるってことなんですよ。つまり三角形の収束なんですよね。横倒しするとよく出るでしょ、この形。そう、ペナントです。ペナントがちょっと下がった形で出てるんですよ。右肩下がりというかね、傾けた状態で、だからブレイクした後上抜くっていうところがここに見えて取れて、まさに上抜けたでしょ。でここに N 字を書きながら上がっていくところが見えたんで、ここも N 字を書いて上がっていくだろうなっていうのがこの前解説したところです。私は休憩ということでエントリーはしませんでしたけども、でも私の解説を見てね、130円、これを抜けて131円前後まで行くというふうに踏んだ方はこれ取れてるはずですからね。当然ですけども喜びの報告も届いてます。オリガルヒの入塾費用の一部が
ここで作れました、もしくは全部できましたって方もね、いらっしゃいました。いや、そのぐらい私の相場解説って、まあ、オリガルヒに参加している方には届きやすくなってるなと思いますよ。はい、じゃあですね、次1時間でこれからの動きをお話していきます。まず先週末なんですけども、この形の意味はもうお話ししました。そしてそっから傾きが生じたことの意味もお話ししました。レンジをこのように広く持った後、ブレイクアウトの値段がここということがね、もう分かりましたんで、あとはここのブレイクアウトで取った方がいましたよねと、それがオリガルヒの費用の一部もしくは全部になったってことだと思います。だからね、オリガルヒに参加することをためらってる方は、ここが取れる力量はちょっと今のところないのかもしれませんけども、これからついていくってことなんですよ。だからね、オリガルヒに確かに費用かかりますけども、これ考えによっちゃただ同然ですよ。オリガルヒの費用が35万であろうとも49万8千であろうとも、だって1回のトレードとか2回のトレード、少なくとも1週間のトレードでそのぐらい稼げるわけですから、もしくは稼ぐことを目指して参加をするわけでしょ、 FX に。じゃあ一人で FX をやっていつまで経っても利益が出ないのか、少しでも勝てる可能性を求めてオリガルヒに参加するのか、まあ、その辺はね、回答はそれぞれ出していただければいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、じゃあ今週なんですけども、131円前後に来ました。現在130円の933です。じゃあこちらの価格ってのは十分131円前後ですから、エントリーを考えていく時期に入りましたよね。まあ、ですんで今週はエントリーをバイでちょっと大きめのロットでするっていう前提でお話をしていきます。今日はそれだけ確認してください。今日の値動きちょびっとだけ下に行くかもしれませんけども、でもね、実際にエントリーするのは明日か明後日ぐらいになると思います。そして木曜か金曜には決済して終わりです。これで強額の利益をドカンと抜いていくつもりなんですけども、ただ私と同じように考えてるそんなね、巨大投資家さんがいらっしゃればこれは実現しますけども、巨大投資家さんがもっと別のことを考えているようだと、私もそっちの考えに思考を合わせないといけないんでね、もしかしたら来週にもつれ込むかもしれないなってことです。はい、じゃあ総じて申し上げますけども、結局私たちは大きなお金を持っている少数の投資家さんの動きに合わせてやってるわけなんですよ。ですんでテクニカルということがある程度できた後に、その先のテクニカルを予測して飛び込んでいくってことになります。だから先週1週間の仮説がずっと一致してきたことっていうのはでかいんですよ、ね、ここまでの仮説がほとんど崩れずにいったから、これからの仮説にも信用ができるってことになりますので、ね、テクニカル恐ろしやって感じでね、頼りになるなってことになります。じゃあ今日の相場解説は以上なんですけども、改めてなんですけども、 FX で勝つための道筋をお話して終わっていこうと思います。まずは基礎用語を入れてください。これが第一段階です。基礎用語を自分の頭で記憶するっていうのはどういうことかっていうと、人に説明できるレベルで理解していくことが大事になってきますよ。ここを曖昧にしていたからなんとなく覚えていたんだけどってことで終わってると思うんで、人に説明できるレベルで基礎用語入ってますかってことです。周りの人に話してみたりとか、実際にブログでも書いてみてください。もしくはツイッターでつぶやいてもいいです。基礎用語ヒゲこんな意味ですっていうね、多分文章化アウトプットしようと思うと戸惑うと思うんですよ。ということはまだ入ってないってことなんで、さらに基礎用語のトレーニングを続けてください。第2段階目なんですけども、これは実際にトレードをしていくってことになります。まあ、いわゆるテクニカルのトレーニングですよね。そのためにはテクニカルの手法、つまり技術を身につけないといけないんですよ。で、これっていうのはね、例えるとね、まあ、野球で素振りするじゃないですか。素振りをするのが基礎用語を覚えることだとしたら、実際にバッターボックスに立って何割ぐらいで打てるかなっていうのが技術になってきます。だいたい野球で言うと3割バッターっていうと強打者っていうかね、打てる人っていうふうな認識を受けます。3割だとね、2割だとダメなんですよ。1割だともう戦力外です。だから野球で言うと、素振りで言うと3割打てる技術は身につけていきましょうってことです。投資で言うとテクニカルトレードでやっぱり 60% くらいはね、自分のテクニカルが相場に当てはまらないといけないんですよ。そこまではデモトレードとか少額でやってみてください。で、今がどのくらいのレベルか分からなければ、自分で作った相場解説を私に送ってください。
私が評価しますんで、それが FX オリガルヒのコンサルです。よろしいですかね。私のコンサルがいらなくなったらもう独立してるはずです。その時はもう大いに勝ってください。そんな感じですね。そして付け加えるならね、水泳に例えましょうか。泳ぎの練習しますよね。プールで泳ぎます。でも実際に相場の世界で勝負するってことは海で泳ぐってことなんですよ。そこにはしけも来ると思いますし、波も荒れます。でもそのしけが来ようが波が荒れようが、泳ぎ切れるように技術を身につけましたかっていうのがトレードのことなんですよ。だからデモトレードとか少額トレードはプールで泳いでるって感覚です。実際にきちんとした自分の人生を変えるべき資金を得ようと思ったら、大きな海に出て、そこではね、予想外の嵐が来ます。しけも来ます。波も高いです。でもそれに溺れることなく泳ぎ切るような技術をやっぱりデモでトレーニングしていきましょうってことなんですよ。で、3つ目の段階、今2つ目の段階まで申し上げましたけども、3つ目の段階っていうのは精神力なんですよ。で、結局は大きな金額行くときに精神力必要ですし、きちんとね、ロスカットまで耐えれるかっていうのも精神力です。利確まで待てるかっていうのも精神力です。決断は全て精神力なんですよ。そのために重要なのは恐怖とか不安っていうのは絶対にあるんですよ。で、なくしちゃいけない。恐怖や不安を麻痺するべきじゃないんですよ。恐怖と不安が5あれば、同じだけの勇気や、それからね、挑戦心、これを持つことなんですよ。よく言いますけども、私は恐怖と勇気っていうのは一体化してるんですよね。恐怖がなくなるから勇気が出るわけじゃなくて、怖いから勇気が出てくるんですよ。で、これをコントロールするためなんですよ。すごく概念的な話になりますけども、今のところはこの考えを忘れないでおいてください。結局は精神力がものを言うってことです。基礎用語を覚えてトレーニングもしたけども、精神力が弱いままだとせっかくの宝も持ち腐れになっちゃうってことなんですよ。はい、じゃあ今日は以上です。ありがとうございました。